竹垣悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。講道会のサンバガラスについては以前取り上げましたけど、今回は会長が思われる将来を担う新御三家について聞かせていただけますか。まずは三代目講道会、野内正弘頭とこの北村和弘頭やな。まだ50代ですよね。58歳や言うて聞いたな。どういったところが将来を担う新御三家のうちの一人なんですか。やはり講道会の主流派のとこのやはり目立った人が将来を担うわな。でまだ器量なかったら野内組の頭できへん。北村和弘若頭は2代目河合組組長として岐阜の大垣を仕切られているんですよね。そうやな。その大垣いうとこは競輪場があるし、まあ言うたら大きな縄張りやわな。大垣の歌手の手やいて私の知り合いが言うとったけどな、うん、河合康光組長が2021年に死んで北村和弘頭が2代目を継承したんやな。もともと河合組ではないですよね。岐阜の乗竹組本部長しとった即死会内藤会長の舎弟やったな。野内正弘組長も乗竹組出身ですよね。そうやな。野内正弘頭も同じ頃昭和58年には内藤会長の舎弟になっとったと聞いたよ。岐阜市内ですか。そうや。岐阜市内に丸岡工房いうのがあって、そこに即死会の事務所があったんやろ。この丸岡工房いうんは他のヤクザ事務所も容器あって当時は有名やったらしいよ。野内正弘組長も北村和弘若頭も高山組に行かれてますよね。即死会内藤会長の知り合いで梅原権さんいう大日の人の紹介で高山組行ったって聞いた。野内正弘頭行った当初高山清志頭のボディーガード兼秘書もしとったらしい。あ、そうなんですか。うん。野内組の事務所って旧乗竹組の事務所を買い取ったというようなこと言われてますが、この辺り何か聞かれてます。違うやろ。平成16年柳瀬にあるビジネスホテルを買い取ってそこを事務所にしたいうて聞いたな。ビジネスホテル跡だったら若い人もネットワークできますもんね。そうやな。ほんでまあまあ言うたら理想的やわな。そのビジネスホテルを買い取って事務所にするいたらな。そうですね。そうやけど資金力がいるわな。あ、もちろんそうですよね。新御三家お二人目はどなたですか。講道会の舎弟頭氏と松山武志総裁とこの十代目稲葉実家林正史頭やな。さらにお若いですよね。今年41歳違うかな。41歳とは若いですけれども、会長はこの頃何されてました。中野会行って横浜でホテルの経営者なくて頭補佐を降格された頃やな。ちょうど油の乗り切った時ですか。油乗り切っと言うたら50回ってからやな。といって私は54歳で仇になったけどな。林正史若頭のどういったところを会長は評価されてるんですか。やはり評判がいいわな。2代目匠組入江忠志組長とこの社労特攻にも動いとうわな。で行動力あるわな。表に出てない武闘派的いうのがあるみたいよ。縁の下の力持ちって感じですかね。いや頭言うたら縁の下の力持ちじゃなしに、まあこの事件に関しては縁の下の力持ちやけどな、だけどいろんな面でやはり器量なかったら頭になられへん。稲葉寺一家には若手の多い八代目伊藤忠も有名ですよね。岡照人も組長、まあ57歳よったけどな、それと吉川直之頭35歳、ここらもまあおるし、いい人材がようけそろとはな、何よりも縄張りが広い。ああそうですね。で昔からの縄張りをもっと言うたら強いわな。新御三家最後のもう一名はどなたですか。講道会の頭補佐南正樹組長とこの三代目高山組石原道明頭やな。
おいくつぐらいなんですかね。58歳ぐらいちゃうかな。今みかじめ料か何かで服役されてるんですよね。そうや。で今年の6月半ばに出てくるわな。この人は昔から器量があるんで通っとったな。それとやはり高山清志頭の目にかのうた人物やからな。高山組といえば高山清志若頭が出所される前に大きな仕事されてますよね。2016年やな。高山組傘下の山本工業、山本秀幸組員が池田組高木昇頭を射殺したな。山本秀幸組員が所属されてた高山組若頭補佐だった山本工業、山本隆弘組長は引退して組織も解散されてましたよね。2022年やな。山本秀幸組員が最高裁で上告を棄却されて無期が確定したからな。この事件で高木昇頭若頭の姉さんが司忍組長を相手取って使用者責任で裁判を起こされてたんですよね。5000万円とそれと弁護士費用400万、合計5400万で和解したんやな。司忍組長が和解されたのも山本秀幸組員のことを思われてとかおっしゃってたような記憶あるんですけれども、仮釈もらうに相手方と和解しと言ったら違うわな、そやからそこらを考えて和解さ言うとったな。殺された池田組高木昇頭若頭って会長と竹中組なんかの会で一緒だった末藤和夫組長の若頭だったんですか。そうやな。で私が竹中組におる頃は森中義夫って堀氏が頭しとったんよ。でこの森中義夫が中野会行ってすぐに兄貴って金貸しとくなれ言先生何や言って言ったら、いや50万貸しとくなれないって、で私はその時に先生言って、ほな背中入れずに入れてくれ言って50万でいけるやろ言って、いやいけまんがないってで背中の入れ墨を森永義雄について思うたんやけど、途中なんか女を刺し殺して自分も鉄道自殺したな。あ、そうなんですか。だから私の入れ墨は途中やったんよ。で堺の堀信坂本忍を私の射程にして、でこれ当番たびに坂本忍に私の背中ついて思うたんよ。だから筋彫りとちょっとのぼかしは森中義雄やけど、あと全部私の射程の坂本忍がついてくれたな。末藤組の森中義雄若頭って竹中武志組長の運転手かなんかされてたんですか。そうや、運転手して、で竹中組が立町に新本家の事務所を建てた時に許可が下りるまで森中義雄がずっと住んどったんよ。あ、そうなんですか。うん。だからこの森中義雄には私はものすごい思い入れあるわな。末藤和夫組長のエピソードって何かあります。これな、長野会会長を代行しとった安倍重則とものすごい喧嘩したな。あ、そうですか。皆の前でな。それで末藤男を挙げたんよ。あ、そうなんですか。だから私はこの時にやはりその組織の一番上の者と喧嘩したら、これ上上がれるなと。山県組の本部長をしとった片岡昭雄も画寮会の金沢陽一会長とごっつ喧嘩したらしいで。あ、そうなんです。それから山県組内で一気に上り詰めたよったな。だからやはり横綱相手に相撲を取らなあかんわな。その組織で一番強いもん、まあ私がだいたいその行った組織の頭と合わん言うのはそういう面あるわな。安倍組で何かエピソードないんですか。安倍重則が山県組行く時に戦国時代の伊達政宗じゃないけど白装束着て山県組本家行ったらしいよ。で匠勝射殺事件には関係ないって。おでもともと山県やったから山県の射程で行ったな。あ、そうなんですか。では本日はこれぐらいでありがとうございました。ありがとうございました。
Thank you.